ハッチチャンネル始めていきます。今日はパワフルサッカー実況やっていきたいと思います。今回はですね、このお知らせのサクセスウィーク SR ガチャ券ゲットっていうところをね、今、ミッション全部達成してきたので、その SR ガチャ券を回していきたいと思います。で、まあ、今回の概要を読んでいくと、期間限定チャレンジで、全部達成すると SR ガチャ券が手に入ると。あと、サクセスで回すときに次回予告の発生確率が2倍ということで、僕もですね、天才確定が、出ましたね。まあ、アップしてるっていうよりか元が何パーなのか、そこが気になるところだけどね。まあ、というところで早速いきましょう。サクセス総獲得経験点を3万点稼ぐ達成、スペシャルタック、発動イベント30回。これはですね、結構めんどくさかったね。サクセス相当回さないといけなかったかなと思います。まあ6キャラで6回確実に達成すれば、5回ではいけるんだよね。で、骨イベ100回、これも結構めんどくさかったかなと。まあサクセス何回かな、8周ぐらいすれば全部多分取れるぐらいかと思いますね。というところでいきましょうか。はい、 SR ガチャ券ゲットということで、ガチャの方早速だけど回していきましょう。で、まあ石ガチャはね、またおいおいいいガチャが来ればいきたいと思います。ということで SR ガチャ券、そうだね、今欲しいので言うと後イベだな。後イベか、あとは今スズメが欲しいかなと思ってますね。スズメか、あとキドリか、新キャラマネージャーで、今の僕のボックスを、まあ、見てもらうと、まあ、SR 今10枚9枚、 PSR 1枚って感じですね。まあ、前イベが結構多いんで後イベが欲しいかなというところです。ということでいきましょう。さあ頼むぜ、間違えて PSR 出てくれてもいいよ。まあないか。はい、リフティングからの上げ、はい、エフェクト入り、カットインか、入り、ゴールドになり、ガンダーが惜しい、虹になる。はい、ということで何かな、何かな、はい、おースマッシュヘッドだよね、多分ね、これ石図。前イベか後イベかはちょっと忘れてしまったんだけれども、スピード、なるほど。僕オフェンスとスピードばっかなんだよね。テクニックがまだ一人、あれか、キーパーがいたな。まずテーブルの確認ですね。何テーブルだ、コツ、スペシャルタック、あ、タック系ですか。と、あとはボーナス足が稼げるって感じですね。上限解放3でしょ、強化60で、プラ5で、試合経験点ボーナス。うん、なかなか強そうだね。じゃあプロフィール、せっかくなんで読んでいきましょう。高い位置はもとより、ゴール前で頭から飛び込むヘディングを得意とするフォワード、ストイックな性格で目標にまっしぐら、サッカーのプレイを極めるために無駄なものはあれもこれも捨ててしまった。髪の毛か。うん、ダッシュ、シュート力、ヘディング、まあ使いやすいかな。シュート力のコツ持ってるのが結構かぶってるんで、まあ、ヘディングのコツ査定高いからね、これは取っていきたいと思います。セカンドトップ、なるほど。はい、というところです。あとはそうだな、今のリーダーがミーナなんで、まあもう少しでレベル40まで行くんで、こんな感じかな。待って、スマッシュヘッド、スマッシュヘッドは持ってないか。 PR 持ってたら上限、あ、いるわ。ちょっとプラ1狙いでせっかくなんでやりましょう。
1枚しかいないよな。ですね。入ってくれよ。はい。ま、入らずですね。仕方ない。はい、ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴お疲れ様でした。動画説明文にチャンネル登録ボタンの URL が貼ってありますので、そちらからチャンネル登録をお願いいたします。同じく Twitter の URL も貼ってあります。動画の最新情報などはこちらをチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。